岡山市役所を訪れたのは、関西高校出身で、コナミスポーツ所属の加本雄也選手です。加本選手は、去年秋にイギリスで行われた体操の世界選手権で、平行棒など3種目に出場し、男子団体の銀メダル獲得に貢献しました。表敬訪問では、加本選手が、悔しい気持ちもあるが、銀メダルを持ち帰ることができて嬉しいと話すと、大森市長から次は金メダルを期待していますと激励を受け、今後の活躍を誓いました。ありがとうございます。頑張ってください。今年の世界体操、そして2024年来年のパリオリンピックへ向けて、まずは国内の代表選考を勝ち取り、世界で通用する勝ち抜ける体操を目指して頑張っていこうと思っています。加本選手は今年3月にカタールで開かれる体操のワールドカップに出場する予定ということです。